2019年7月、アメリカのロードアイランド州で行われたオークションで、ある特別なものが落札されました。特別というのは、100年以上前、タイタニック号の乗客たちを救助するのに使われたからなんです。一体何でしょう？救命ボート？救助船の一部とか？いいえ、ただの杖なんです。先が琥珀色でライト付きの黒い杖です。どうやって杖が命を救ったのでしょうか？時間を遡って、その答えを探っていきましょう。1912年の春、55歳のエラ・ホワイトは、仲のいい友達で、36歳のピアノ教師のマリー・グライス・ヤングとヨーロッパを旅行していました。遠くを旅していると、いろいろなことが起こります。足を怪我したりね。ヨーロッパ旅行中のある時点で、エラは足を怪我したんです。今となっては事情は正確にわかりませんが、歩くために補助道具が必要になったんです。彼女が選んだのは、電池式で光る王冠がついた杖でした。そのおかげで後に命が助かることになったのですが、まだ先走らないでおきましょう。ヨーロッパでの休暇が終わり、裕福なエラとマリーは1912年4月10日、タイタニック号のファーストクラスでニューヨークへ出発しました。エラはメイドと使用人、フランスでマリーと飼った鶏を伴っていました。この何日か後、全員がニューヨークに同じ船では到着しないとは知る由もありませんでした。歴史上最も有名な船のファーストクラスでの生活は贅沢でしたが、料金も高額でした。乗客の中にいた世界クラスの大富豪たちは、現在の値段に換算して530万円ほどを支払っていたんです。彼らには最高の住環境と船内でのエンターテインメントが提供されました。食堂は豪華な家具と美しい装飾で彩られ、生のオーケストラの演奏もありました。そして同じく富豪の友人や知り合いとチェスやバックギャモンをして社交を楽しみました。ジムやプール、スカッシュのコートもありました。心配事なんて何もなさそうな生活だったのです。でもエラ・ホワイトは人も羨むような快適さを享受しませんでした。船の上の方の階にある39部屋あったスイートルームの一つで友達と過ごすのを好んだんです。それで基本的にあの運命の夜、4月14日まで部屋を出ませんでした。身なりのいいお金持ちの人々、実業家や有名人たちを想像してください。彼らがリラックスして笑ったり、贅沢に楽しんでいます。そして一瞬にして、気楽で楽しい雰囲気が衝突によって一変するんです。決して沈まないと言われた船が、4月14日の午後11時40分、北大西洋の凍るような冷たい海上で氷山にぶつかりました。そして、2時間40分後に沈むことになるのです。後にインタビューでエラ・ホワイトは個人的にはあんな風に急いで避難する必要を感じなかったと言っています。船が氷山にぶつかった衝撃はわずかな地震ぐらいだったそうです。その時点では、何も恐れることはないように思えたのです。ですが他の乗客と同じように彼女も何が起こっているのか知りたいと思いました。それで使用人や友達と一緒に豪華なスイートルームを出て上のデッキに行ったのです。そこにはすでに大勢が集まっており、説明や指示を待っていました。20あった救命ボートの全てがあるのもそこだったのです。もっとあったのかもしれませんが、それならばデッキはこれほど混乱していなかったでしょう。少なくとも船の持ち主はそう思ったのです。乗客を脱出させるための救命ボートの数が恐ろしく足りないというのは重大なミスでした。エラと同じように、ほんのちょっとの揺れが大惨事につながるなんて思わない人が多かったのです。船長のエドワード・スミスは救命胴衣をつけてボートに乗るよう指示しました。ですが、それでもパニックは起こらなかったのです。大したことはないという自信なのか、乗客を勇気づけようとしたのか、再び船に戻ってくる時に見せるため、
チケットをなくさないように注意した乗組員さえいました。当然乗客もそれを信じ、大したことのない技術的な問題なのだと考えるようになりました。そしてこの思っても見なかった不自由から解放されたら何をして遊ぼうかと計画しながら、軽い気持ちで救命ボートに乗りました。ですがご存知の通り、誰一人戻ることはできませんでした。船は大西洋の底に泡を出しながら沈んでいったのです。乗組員が救命ボートを浸水させ始めたのは午前12時25分です。この時カルパチア号が遭難信号を受け、タイタニックの救助に向かいました。でも距離的にはまだまだ遥か遠かったんです。最初のボートが着水したのは午前12時40分です。エラとメイド、マリーの乗った8艘目のボートは初めの方に出発しました。エラの男性の使用人はもちろん乗ることができませんでした。女性と子供が優先だったのです。2棟3棟室の乗客は上の階にある救命ボートまでどうやって行ったらいいのかさえ知りませんでした。訓練があればよかったのでしょうが、実はまさに4月14日の朝に予定されていたのですが実行されなかったのです。午前2時までには全ての救命ボートはいっぱいになり出発しました。でも船にはまだ1500人以上の人が残されています。自分たちで何とかしなければなりませんでしたが、できることはあまりありません。たった20分後、タイタニックは沈むのです。幸運にも救命ボートに乗れた人々の中ではグループごとにヒーローがいたようです。ボートを漕ぐ助けとなったり、みんなを落ち着かせたり、それぞれが大事な役割を果たしていました。ですが欠かせない仕事が一つありました。行く手を照らす役割です。8艘目の救命ボートではエラがその仕事を引き受けました。生き残った人々は救命ボートのランプが弱すぎて機能していないと気づきました。その時エラ・ホワイトは杖のことを思い出したのです。懐中電灯のついたあの高級な杖、100年以上経ってオークションにかけられることになる杖です。8艘目に乗っていた27人は助かるためにボートを漕がねばなりません。すぐ近くで巨大な船が沈んでいっており、周りのすべても巻き込まれています。ライトのついた杖を持ったエラは信号手となったのです。真っ暗でひどく寒く、周りの水面は瓦礫でいっぱいでした。ボートは救助がどれぐらい近くまで来ているか知らないまま進み続けました。救命ボートに乗った寒さで疲れ果てた乗客たちは遠くに光を見つけました。救助に来たカルパチア号のライトでしょうか。この状況ではその光がこちらに向かっているのか離れていっているのかさえわかりません。エラ・ホワイトは杖を振り続けました。それが唯一残された希望の光であるかのように。方向が正しいのかどうかわからずに45分間進み続けた後、8艘目のボートは救える人がいないか確かめるため方向を変えました。最初の方に出発したこのボートには27人しか乗っておらず、その2倍の人数が乗っても大丈夫だったのです。英雄的な決断ですね。信号手がタイタニック号へ戻る方向を照らすと、数々の贅沢品を乗せたまま夢の船が沈んでいくのを目の当たりにしました。複雑な装飾が施された最新の部屋、失われた高価な品々、全てが海に飲み込まれました。この勇敢な人々の心の内を推し量るのは困難です。恐れ、失望、自然の力に比べると人間が小さくて弱い存在だということ、おそらくそれらすべて、そして他にもあったでしょう。ですがタイタニック号の方に戻った頃にはもう彼らの戻れる船はなかったのです。その時点で心配すべきなのは自分たちが生き残ることです。北大西洋は安全な場所ではありません。エラ・ホワイトは救助隊にボートの存在を知らせる信号手としての役目を続けました。彼らが救助されたのは4月15日の
午前7時30分を回ってからでした。8艘目のボートに乗っていた全ての乗客とクルーは一人残らず助かったのです。救命ボートの行く道を照らした勇敢な女性は85歳まで生き、1942年に亡くなりました。この特別な杖は家族が保有し、数世帯にわたって受け継がれてきました。後に杖を委託したのはブラッド・ウィリアムズです。彼の祖母がエラの姪でした。彼は母親からこの杖を受け継ぎました。何年もの間、この杖は彼のコレクションである他の35本の杖とともに傘立てに立てられていました。そしてこの杖はもっと高く評価される場所へ行くべきだと決心したそうです。専門家はこの杖の売り値は3200万円から5300万円になるだろうと考えていました。完璧な状態で保存されていて、歴史的価値も素晴らしいからです。ですが売り値は670万円ほどでした。杖としては高いですが、タイタニック号の他の遺物とは比べ物になりません。船が沈むときバンドリーダーが弾いていたバイオリンには1億8000万の値がついたのです。家族の中には売却に反対した人もいました。買い手についてまた杖の最終価格が低いのではないかと心配していたからかもしれません。イギリスにいる購入者がこの貴重な遺品にふさわしい丁寧な取り扱いをすることを祈りましょう。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。